噴気を上げる洋山河口内部、霧島火山群における洋山の一位王山は、宮崎県海老野市にある標高1317メートルの山。活火山である霧島火山において最も新しい火山で、種類は溶岩ドームに分類される。韓国だけの北西、海老の高原に位置し、山体の西斜面に宮崎県道、鹿児島県道1号。 小林エビの高原薪園線が走る。有史以降で確認されている大規模な噴火は2回のみであり、2回ともマグマ噴火である。最初の噴火は1300年から1500年頃の噴火とされ、この噴火によりエビの B1 テフラが形成された。1768年に2度目の噴火が起こり、韓国だけの北西の斜面から溶岩が噴出して、硫黄酸溶岩流が 高架化火災物でエビのビーに手札がそれぞれ形成された。2回目の噴火の規模はベイ2で、この噴火によって硫黄酸の山体が形成されたとする資料が多い。山体は形跡を主体とした火山岩に覆われ、植物に覆われた部分は少ない。頂上には直径100メートルほどの浅い火口があり、巨大な溶岩が残されている。かつては盛んに噴気が観察され、 明治30年から昭和30年頃までは噴気を冷却して、硫黄の採取が行われていた。加工内にその石積みの遺構が残されている。噴気中を管で導き出して冷却し、単体硫黄を結晶化させて採取していた。2013年12月頃より火山性地震が発生するようになり、警戒が強められた。 2015年2月には、有感性の大きな火山性地震があり山の北西が、流気するような地殻変動も確認されるようになった。火山性微動の観測などにより、小規模な噴火の可能性があるとして、河口周辺警報が発表され、周辺地域の立ち入り禁止措置が数ヶ月単位で、たびたび実施されている。2015年頃までは、硫黄山の周囲では、地表の高温地帯や、 噴気などは確認されておらず、火口内への立ち入りも容認されていたが、2015年7月頃より噴気が再び観察されるようになり、河口南側から時折300メートルを超える高さにまで噴気が吹き出し高熱帯も観察されるようになるなど、火山活動が活発化しており、霧島山系では5バ新しい年だけに加えて、硫黄山の観察が強化されていた。 2018年4月19日15時39分頃、伊王山の南側で噴火し、高いところでは噴煙が300メートルの高さまで上がった。これを受けて、気象庁は15時55分に噴火警戒レベルを2から3に引き上げた。1768年以来250年ぶりの噴火となったが、死傷者は発生しなかった。4月20日には、 伊王山の西側約500メートルの場所から新たに噴気が上がり、26日にはこの場所から火山灰を含む噴煙が上がった。気象庁は5月1日に噴火警戒レベルを2に引き下げた。この噴火に伴い、伊王山付近の長江側に硫酸やヒ素などの重金属を含んだ温泉水が流入し、白濁化した。伊王山から約6キロ離れた川内側の 大原橋付近でも川の pH が2.1まで低下し、鯉やナマズなどの死骸が大量に見つかった。これにより、宮崎県海老野市の約650個の農家、約460ヘクタールの水田と、鹿児島県伊佐市という水町の計約750個620ヘクタールで2018年の稲作を断念した。農家に大使県や市が独自の支援策を決めた。 霧島連山のマグマだまりは地下数キロに存在する。硫黄山付近ではマグマだまりの上部の地下数百メートルに熱せられた水が溜まる熱水だまりがあることが知られており、それらが噴火に伴って地上に噴出し河川を酸性化したり重金属で汚染したと考えられている。2018年9月現在は加口周辺1キロメートルの立ち入り禁止措置となっている。 宮崎県道、鹿児島県道1号、小林海老の高原巻袖の線も通行止めになっている。すぐ横の宮崎県道、鹿児島県道1号、小林海老の高原巻袖の線からは徒歩数分程度でアプローチでき、車道と河口の標高差は50メートル程度で登山は容易である。ありがとうございます。